ボンジョルノー、あっちゃんです。今日は、8月22日9時43分、10時前のね、ひととき、あっちゃんのコーヒータイムでございますわ。いただきます。今日ね、ゴミの日なんでね、灰が落ちてる線香、ということでね、ちょっとね、腰痛いのだいぶマシになってきてんけど、お尻とね、腰背中ぐらいの筋肉がちょっとなんで、やっぱりその腰を守るために筋肉探して筋肉痛になってきてね、腰の中にあるズーンってスリーラインはだいぶマシになったけど、ゼロじゃないけど、だいぶマシにはなってきてんけど、まあこんな感じでね、ちょっとは良くなってきたかなと。起きる方もね、でけへんかったが、ちょっと機能ははかどった。まあ1台の車けどね、1台の車を作ってるんではかどって、でその動画がね、機能を、撮影終わって、何分、10分、6分、1時間7分、1時間半ぐらいの動画になった。でこれが、昨日の夜やったやつね。で夕方やった分もあるから、結構な時間やってたよ。10分近くやってたね。で、あ、これか。これも1時間ぐらいやってるのかな。結構時間かかってるからね、3時間近く撮影したね。まあ1本2本ぐらい撮ったかな。もちろん何本撮ったか分からないなって言ったけどね。じゃあ、あっちゃんです。まあね、頑張っとるのか頑張ってんのかよくわからんね、なっちゃうけども、できる限りね、今できることをしていかなあかんなとは思ってんねんけど、なんやかんや言うてもね、空回りになってんのか、それが今頑張る時期なのかってのは別と別ちょっとわからんねんけどね、まあ自分なりに頑張ってんのは頑張ってるつもりなのよ。で、まあ、今まで以上にね、今まで以上に頑張ってるつもりはつもりやねんけど、今日ね、壮麗タイムで壮麗のものを作るんだけど、去年の動画を作るね、
これで OK。まあ、こんな感じでね、朝の朝礼動画を今作っとるんだけどね。で、このコーヒー振ってアップして、まあ、これがちゃんとルーティン作業やねんけどね。昨日はね、昼ご飯まで作ったのかな。で、それが、あ、昼ご飯作ってないや。夜より作ってないか。まあ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 、いろいろとね、動画を作っていかなあかんだけど。で、昨日の動画は今日じゃなく明日に上がるからね。一日ずれ、今までは翌日やったんだけど、ちょっと余裕見るのに翌々日にしたから、ちょっと余裕見てないんで、でないと動画がなくなっちゃうバレなんで、だから一日分余計に作ることになるから、余計にっていうか前倒しで、ね、で、その日撮ったやつも、取るからまあ何本かは作らないんだけど、もし最悪できへんかっても、総礼と、あ、総礼はするつもりか。だから昼ご飯晩ご飯だけは、一日ずれで作ってあるから、なんとかなるようにはしてんだけど、だから全く動画がかない日っていうのがないようにね、してんだけど。で、まあね、ゲームとかプラモデルっていうのはもうまとめ撮りして、まとめ編集しといて、で、やっていく。ただ、枯渇していく前に次撮らなあかんねんけども、それまでまだもうちょっとあるからいいかと思って撮らへん。で、そうかもで撮っとこうと思って撮ったら、半月ぐらい向こうまで動画できてるから、意外とね、半月もあるからもう今いいかと思ってせえへんかったり。だからそんなもん多いから、で、抜けちゃったりするからね。今ちょっとね、プラモデル動画が枯渇して、ゲーム動画がね、今日の分で終わっちゃうんだよね。だから明日の分以降ないから作っとかなあかんなと思ってるんだけど、なんやかんやでね、ほんまにね、忙しいっちゃ忙しいし、これを忙しいって言うていいのかどうかって分からんじゃん。ほんまにね、なんやろな、まあ、でもある意味ね、有意義というのか、あっちゃんは大変やけども楽しい人生やなとは思ってんね。で、ね、まあ楽っちゃね、楽なのは 何も考えず毎日こう同じことのルーティンっていうのが楽やね。で、ある意味あっちゃん車屋さんしてた頃ってそんなもんやったよ。朝起きて仕事をして、で、その仕事は毎日毎日違った仕事が来るし、お客さん対応したり、すっごい楽しかったよね。楽しかったんけど、なんかもう、明けても暮れても、月曜日から土曜日までは仕事に、朝9時になった仕事が出て、で、仕事終わる。なんか早いとやったら4時5時で終わったり、4時5時はないけどね、5時ぐらいで終わったり、で、遅い時やったらもう夜中、日付またいでからとかになったりもね、まあそうやってたけども、でも朝は決まって9時には仕事場出てっていうのがあってね。で、まあ、月から金土曜日まで仕事してっていう感じやったんやけど、それが YouTuber になってからなんかもうね、のんべんだらりになってきてるんだよね。ある意味だからすごい楽は楽やねんけども、その反面、休みがないというのかな。今までやったらメリハリつけて日曜日は休みって決めてたけども、それすらなくなってきてるからなんだけど、ある意味でも楽しいし、 YouTube って、ね、こう自分で決めて今日は何時から何時までするぞって決めてやってたらいいなって。だからまあね、休むわけにはいかへんし、結構飲めんだらりとご飯食べたり、でね、撮ったりはしてるけども、一応その、ね、動画今日は作る時間、今日は作らへん日、今日はゆるっと行く日って決めてやってるとね、まあ、メリハリついていいかなと思ってて、でもね、ほんまにね、楽しいのよ、生きててね。なんかそれが YouTube楽しみだな、たちゃんと。で、まあ、まっちゃんのコンセプトの中で仕事は楽しむもんっていうのがあってね。で、やっぱりね、嫌な仕事をいやいや頑張っても絶対にポテンシャルって出へん。
で自分のポテンシャルをフルに発揮するためには好きなことをするって大事だと思うので、まあ、模型、まあ、模型一つにとってもね、まず模型で動画で収益を得る。でその模型がもし売れたら、売れたで収益を得る。である程度有名になってきたら、制作依頼が来るっていうことで収益を得る。でそれだけじゃなくまた違う分野にね出ていけるっていういろんなメリットがある中で、真剣に模型をやるっていうのも一つの仕事やと思う、だから、仕事としてやる分にはいい仕事やと思うんだけどね、だから何でもそうなんよ。もう自分の好きこそものの上手なれって言って好きなことっていうのは得意分野になることはなんで、でもそれを仕事にしたら嫌になる場合もあるし難しいこともあんねんけども、でもそれを仕事にすると楽しくやれるよね。じゃあ趣味なんですか。例えばね、テニスが趣味だとか、料理が趣味やとか、ヨガが趣味やとか、けどそれを仕事にしようと思ったらできんこともない。ただでも仕事にして稼げるのは何かって言ったら、好きな仕事よりも嫌いな仕事やね。車が好きで車のことが好きやったら本当に安全と安心を生むためにどうしてもこことこことここは譲れへんって言ってとことんいい車を作ると儲かない。で車のこと知らずにただ単に儲けたいから車屋さんやると、よそこんなにね、他のお店でこの値段で売ってんだったらうちもこの値段で売っていいでしょうって入れると。でそれが仕入れ価格が例えば10万円で仕入れてて市場価格100万円やったら100万円で売れんねやと思って、そのまんま磨いて売る業者がね知らんからね。でも車のこと好きで本当にね、ちゃんと商売してたら10万円で仕入れてた車に加修って言って、まずバッテリー買います、タイヤ買います、危険やからゴム類ブッシュ買いますとかね、でやっぱり安全に安心して乗ってもらえて、外の外装なんてどうでもいい、はっきり言って外装をきれいな状態ではなくその荒い状態で見せる。でこっから外装をきれいにするんやったらちゃんとしますよって、きれいにするのを見せるけど、前の元事故したんやったら事故した状態を見せるの方がほんま良心的やねんけど、本当に車のこと知らん車屋さんっていうのは外さえきれいになってたら売れるから、板金、まあ、5万円10万円で安いところできれいにね売る。前途でもええしね、前途でも下手なとこ見たらねパッと見分からへんの素人さん、でもよう見たら下手くそやったり経年劣化で数ヶ月で色が焦ってきたりとかするんやけどね、数ヶ月言い過ぎやけどね、まあ、1年ぐらいで焦ったりするんだけど、そんなもんあったりするんだよね。もうそこはお客さんには見えへんところだから同じ相場で凍ってしまうんだよね。だから妙に綺麗車の方が怪しかったりもするんだけど、逆に汚いしかね、掃除もしてへん状態で見せといてちゃんと仕上げますよっていう車屋さんの方が良心的やったりする。お客さん好みに仕上げますよっていうね、うちはそういうタイプやったんやけど、そうなってくるとね、やっぱお客さんに、まあ、10万円で仕入れた車100万円で売ったとしたらね、で90万の加修、下手したら120万とか130万の加修になってまうね。あ、ここ譲られへんしやっとこうかなちょっとやってもらうときにね、塗装でもピンキリで部分塗装、あと磨き、ぶっかけで、全塗装、剥離塗装、いろんなのがあってね、例えば、もうね、部分塗装って言ったらある程度バッと磨いて色をしまわせてる、気づいてるところだけ塗るで、全塗装、ぶっかけって言ったらもう汚いから磨くよりも塗った方が安いから5万10万で塗ってくれないけども、ガラスにテープ貼って上からパーッと一色塗るだけみたいなところ綺麗になるのよ。それで全塗装、ね、そうじゃなくてちゃんと気づいたところはちゃんと削ってパテ埋めて、であと全部テープ貼って塗るで、分解塗装って言って内張り外してドア開いた内側とかボンネットの裏側とかでエンジンルームのこんな感じとかも綺麗に塗る、そうなってきたらね、全塗装だけでも80万、100万、150万、200万ってかかってくるんでね、手間かかるんで、エンジンミッション下ろして塗る場合とかね、
ね、ボディの継ぎ目のサリ取ったりとか、ね、もうそれだけで値段全然変わっていく。ぶっかけやったら5万円10万円売ってくる、ね、でもパッと見その時は分からへん、乗ったら分かるけどね。だからそういうのもあって、本当に車が好きやったらそんなぶっかけでね、整備もせへん、過修なしで売られへん。例えば10万でこうやってきて、相場が100万でもこの車の中ボロいからね、まあ、10万円で買って、まあいいとこ、まあね、5万円だけ儲けさせてもらって15万円かなって、あと整備とか何かやして整備料金、車検料金がそこにプラスアルファ諸費用と車検料金乗っかって、まあ、乗り出し20万から25万かなっていうところやね。でも悪徳業者っていうか車のこと知らんとこは、あ、隣100万で売ってるんだ、これ100万で売れるんだ、10万で仕入れて100万、で90万儲かるのか、でもこのままでは売られへん、ぶっかけしとこ、5万円でぶっかけしてよって握ってくんだよ、これちょっとぶっかけで売ってよって、5万円で売ってよ、中央で売らんなんねんって約束して5万円で売ってもらう、で白、純正の色、中央でもええねん、もうその辺の余ってる色でか塗っといてみたいな、でガラスなんかテープでいいよって、ね、なんかもうバーッと適当に貼ったらガラスのゴムや、よう見たらガラスのゴムはみ出しとったりね、なんかあったり、ね、事故車分かって買ってきて、事故車の欲しいってお金かかるからあんまりせえへんねんけど、もう古いからね、新しく出て半年とか1年で大事故を起こしたら、ね、まあ、例えば、ね、700万のセルクやクラウンとか事故しました、で修理するのに200万かかりますって言っても、ただみたいな値段にして、まあ、言うたら50万100万で仕入れてきて200万修理ができて300万で綺麗に直ったクラウンが買えるわけ で300万やけども相場が700万やけど半年しか乗ってなかったら600万で売れるわけで、ことは300万もそんな売り方してた悪徳業者が過去にいっぱいおって、今何もおるよもちろん、まあ、そんな業者がおる中で、あと何600万やから600万売っていいんでしょみたいな、ね、でそれをその時はそれで、まあ、売れたと、でも事故車って分かってる、でもその新車の時に加修したやつが7年8年になった時に事故歴ありで綺麗に直ってるからね、見た目分からへんのよ。でそれを、ね、事故歴ありをオークションで、まあ、ただみたいな値段で買ってきて、事故歴なしの車ぐらいの相場で売っちゃうみたいな、ほんまは言わなあかんね、事故歴ありって言わんと、事故歴なしでうちも知りませんでしたって売るとこもおんのよ結構。でも本当に車が知ってのこと知ってたら、事故っていうね、前のフェンダーバンパー、ヘッドランプ、リアのトランクリッドとかね、ドアとかね、その辺傷とか、リアフェンダーの傷とか、カシューぐらいだったら、なんてことないね。もう骨格まで潰れてるとかっていうのは治ってないからね。水没車なんて最低やったらね。水没車はね、電気関係にトラブルをずっと抱えてる。なんでか知らないけど、水没車ってダメなの、ね。治らんの。そんなんもあったりでね、だから分からん人はそれでも平気で、あ、安でも高い値段で売れてるんやったらそんだけ儲かるからって売ってしまうことがある、だそれと一緒でやっぱり好きやったら儲からんのよ、実際でも好きな仕事っていうのは情熱的にできる、あーちゃんはなんかね、レストアって言ってボロボロに錆びた車とか買ってきて、もう古いね、20年30年それを綺麗に直してる、相場なんてもうないようになるので、積み上げ式、例えばまあね、1年かかった2年かかった、レストアなんて2年3年当たり前やからね、かけて何年もかけて錆落としてきれいに直してバラバラバラして、でまあこんだけ手間かかったから、ね、手間賃大体200万ぐらい原価でかかってる車はただみたいなものに仕入れてって言うから、まあいいなと、でそこに200万ぐらい貸しをかかってる、でその中でいい、2年も3年もかかって他の仕事も押してくる、だいたいね、まあね、こんだけでもう300万で売りましょう、ね、それがね、今ハコスカが1000万3000万、トヨタ 2000GT が1億って言われるゆえんやと思う、ね、ほぼほぼパーツも国産で、日本車でほぼパーツが残ってへんからね、からそんなんでパーツ作ってもいかなあかんしてんの、ね、だからね、レストアって金かかんのよ、うん、でも楽しいからしてしまう、うん、儲からへんけども手間も食うねんけどやりたくなるんだよ、ね、まあだから商売としてするんやったら
知らん業者の方、知らん業態好きじゃない、もうそれが儲かる。でも仕事としてするんやったら好きな仕事の方が長続きするって心痛むやん。やっぱりね、10万で仕入れてたくも100万円で売ってさ、お客さんに泣き見せる仕事なんで心痛むやんか。だからしたくないからね、やらんけどもね。でもそれを平気でやる業者が多いね。車でプラーって走ってて中古車センターいっぱいあるやん、見てて、あ、この業者やばいな、ここちょっとご両親でいくかなって、ね、見たすぐ分かる。まあ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 ね、そうなんでね、まあ、どの業態も一緒やねんね。だからさっきちらって言ったけど、テニスが好きやったらテニスのプロにはなられへんけども、テニスのインストラクターになれたり、テニスコートのオーナーになれたり、ね、まあ、その好きでやれる仕事ただ待つんです。ただ儲かりません、ね、それは。でもね、仕事として長続きして儲からへんというかね、まあ、生活できるレベルには稼げると思うし、長続きするし嫌にはならへんのちゃうかなと思うよ。だからあっちゃんは YouTuber が好きやから長続きしてるんやろうなって思う。まあそんなこんなでね、今日は、ソレタイムこの辺で終わりにしたいと思います。この後ね、動画作って、でゴミ出しして、でアップしておきましょう。今日ゴミ出しの日なんでゴミ出してきます。でまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの、コーヒー出すのは良かったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。またね、バイバイ。